ソフトバンクの先発投手陣前、評判より良すぎてしまう。ホークス先発ローテ。先発陣合計、7試合 44.2 回7失点、防御率 1.42。どこが先発弱点やねん。何が良いってこいつら四球少ないのよ。今んとこ理想通り。ローテーションどうなんだろう。交流戦まで6人ローテーションである必要がないらしいが。すごいな、イニングも稼げとるやん。これで柳田今度山川ウォーカーがおるんやろ最強やん。割とマジで先発はパで最強やと思う。有原東浜の U1W、エースとモイネロ大関の SA1W、エースは強力。モイネロはもう2試合くらい見て判断したい。後ろはどうなんや。オスナがロッテに打たれてたけど、オスナはオープン戦から三振取れてないから結構不安やろ。中継ぎもパで一番強いし、まあ大丈夫やろ。今日投げた投手たちもおるしな。大津はホークスにいないタイプの先発になりそうで楽しみやわ。タンダは出てたが、ロッテの打者が的を絞れてなかった。